はい、お疲れ様です。よいしょ。ドロドロです。広原です。ここは千代田にいるんですけど、アジダム抜けてきたら、3箇所崩れてましたね。ドロドロです。まあ、終わったんで、今からまたベタ通って帰ります。またちょっとドロドロになるんですけど、まあのんびり帰りたいと思います。よいしょ。よいしょっと。水系今この右手に見えるのが豪ノ川なんですけど、ここも見てくださいこれ、ね、土砂が左からこう崩れてね多分流れてきてこれ右に、今通れるようにどけてもらってるんですけど、ここが今ちょっとちょうど千代田から八田方面、向かってる最中です。54号線に向かって今抜ける最中ですね。上流部、八ダムのまあ、ヘリを通って走るんですけど、さっきもちょっと反対側から、来らせてもらったんですけど、だいぶ、撤去されている状態ですね。本当にね処理されている方本当に、ありがとうございますっていう感じですね。でここからですね。ここからこれも右側の、ここですね。今ちょっと処理を行ってくれてるんですけど、この右側から、土砂が流れ込んでるみたいに。ごめんね。道路はぐしょぐしょ、ドロドロですね。ドロドロです、でガードマンもちょっと立ってないんで、ちょっと離合するのがちょっとね、今みたいに、ね、無理やりじゃないですけどね、ちょっと行って待ってもらうっていう形にはなってます。であと何箇所あったかな、3箇所2箇所ぐらい、あと2箇所ぐらいは、土砂が流れ込んでるっていう感じですね。これも、ね、通れるようになってるのもね、今の方かわからないですけど、ああやって処理してもらってるんで、多分それのおかげで、なんとかこう通れるようになってるっていう感じですかね。もうちょっと進むと、ガードレールも綺麗になぎ倒して、土砂が流れとるところがあるんですけど、この辺もね結構土砂がすごいんですよね。ちょうどこの右側のここちょうどね水路があるんですけど、多分この道から全部土砂が流れてきたって感じですね。一応道路までは来てますけど通れるぐらいですね。ところどころね小さい、ね、川みたいなのが、各山からこうなんかあるみたいで、そこから綺麗に、土砂が流れてきてるっていう感じですかね。災害があった日の次の日だったかな、多分噂で聞いとったんですけど、ここの通りも多分通行止めになっとったらしくて、でそれでね仕事ね僕らもここ通るんで、どうなんかねっていう話もしよったんですけど、
まあ、一応朝 Google マップ見て、片方みたいな感じでね、あの渋滞の青いラインが入ってたんで、これ行けるんじゃないかなと思ってで、まあこちらから上がってきたんですけど、で2箇所目がここですかね。2箇所目がもうだいぶ電線も垂れ下がったのかな、違うのか、電線じゃないのか、ここ結構、土砂がこれガードレールも、これ左側これガードレールもなぎ倒してね、下のとこまで綺麗に土砂が行ってます。これ右の上からですね、大木とか結構流れてきてますね。よいしょ、なんとか通れるように、どかしてもらってるんで、こうやって今通れます。本当に感謝ですね。今回の災害でね、実家いうかね、田舎に帰ろう思うとったんですけど、ちょっとね高速道路もどういう状況かわからんかったし、解除になっても、千代田インターだったかな、なんか出口か取り口かあたりで乗り面が崩れとったとかっていう話も聞いとったんで、あえて帰らなかったんですけどね郷の関水系のこの上流でこれですからね。で結構これなんかみんな不思議があると思うんですけど、結構ここもう広島に、近い方なんですよね、広島市内に行こうと。でもこの郷の川って広島から、島根に向けて流れてる川なんですよ。だからこれはこの川が広島に向かって流れるんじゃなくて、島根に向かって流れる、一級河川になるんですけど、まあ、結構長い、道のりというかね、あの川になると思うんですけど、でその途中に、三好とか、この今回災害が起きてた高田のあたりとかも結構まだ通ってないんで、状況がどういう状況なのかもちょっと把握できてないんですけど、まあここがこの状況なんで結構やばいんじゃないかなとは思ってます。で今このダムの水位を見ても日頃のこれの左側、これダムなんですけど、まあ、恥ダムなんですけど、結構な位置まで水位が上がってたっていう感じは見受けられますね。連休中はね、豪雨災害中は仕事が休みで本当に良かったなっていう感じはあるんですけど、やっぱしこういうね災害が起きると、やっぱし昔を思い出すじゃないですけど、結構広島は結構本当にいろんな災害が起きてるんで、僕らも不安でちょっとね寝にくかったっていうかね、大丈夫かなって思ったり、心配なところもあったんですけどね、田舎の、ね、お母さんとか大丈夫かなとかって思いながらも、一応連絡は取っとったみたいで、なんとか大丈夫そうだったんで、ね、また日を改めて墓参りにも行ってないんで、ちょっと墓参りにも行こうかなとは思ってます。であともう一箇所がこの辺だったかな、さっき通ってきた時に見てるんですけど、もうちょっと先か、この辺かここですね、ここですね。から土砂が流れて、で一応通れるように全部1車線でも通れるようにしてくれてるんで、助かりますね。
だいぶ水が流れてきてたんじゃないかなっていう感じですね、これ。よいしょ。この辺もすごいですね。歩道のあたり、砂利がすごいです。水位はだいぶ下がってますけど、多分通常時より多分まだ多いんじゃないですかね、水位が。僕がいつも見る感じでは、感じに比べたら全然水位が高いと思います。よいしょ。まあ、こんな感じで、一応災害のね、一番ちょっと今回広島で、一番災害がひどかった江の川水系、の上流部に位置する、八田部、の横を一応これで通り終わります。ここがちょうどダムの際なんで、ここもね、多分右側からこれもね、土砂が流れてきてますね、これね。通行止めにはなってないんで、ね、道路もね、まっちゃっちゃです。まっちゃっちゃです。もうトラックが泥まみれですね、もう、ここ通るだけで。ここまで全然そうでもなかったんですけどね。そんな感じで、今回の災害で、被害のあった近くを、通ってますという動画です。またね、なんかね、あっちの本当はね、これ今ここもうちょっと抜けたら54号線出るんですけど、54号線左三好方面、山陰方面向かって上がっていったら、江の川水系とずっと並走して、多分今回一番ひどかった、ね、吉田高田の方に行くんで、まあ、そっちに行けば、ね、どういう状況だったのかっていうのがちょっと見れるとは思うんですけど、さすがにね、逆方面に帰るんで、これをね、左に行けば本当はいいんですけど。今回はね、なんか山あいの方で土砂崩れが多かったっていう感じですね。西区でもね、一箇所、広島市内のね、西区でも一箇所ね、土砂崩れが起きたところもあったんですけど、朝見たところではまだ通行止めだったかな、通行止め通れるようになってないような感じではあったんで、ちょっとね、その辺をまたあちらを通るとかにちょっと聞いてみようかなと思ってます。これも多分この右側もこれ江の川水系の多分上流部に当たるとは思うんですけど、この川も多分氾濫しとるんだと思いますね。この辺ちょっと泥が結構上がってたところがあったので、先ほど通ってきた時に、だから多分この辺も結構、土砂、ここもすごいですね、土砂が、駐車場も泥まみれですね、ここも泥まみれですね、ここが来たのね、こんな感じですね。なんとかね、道路状況でもね、お伝えできればと思って、ちょっと撮影させてもらいました。今のところ先ほど撮った、千代田インターから54号線、八田部は、片方にはなってますけど一応通れますということで、またね、別のところも撮れればいいんですけど、何しろトラックがでかいもんで、さす
すがにちょっとね撮れない部分もあったりもするんで、またね情報が分かり次第ね、なんか動画でお伝えできればいいかなと思ってます。それじゃあね、終わりたいと思います。ひろはるチャンネルのひろはるでした。皆さん、まだね、明日も雨が降るって言われてますんで、警戒、また出ると思いますんでね、気をつけて、お過ごしください。お仕事の方もね、気をつけて走行、通行止めもあると思いますんで、早めの、運行をよろしくお願いします。ということで。